はい、皆さんこんにちは、林です。いやーもうね、皆さん2021年のね上半期が終わろうとしております。なんか本当に早いですよね、今年に入ってから。まあ僕もこの東京に引っ越してきてからもう半年以上、9ヶ月ぐらいは経ってるんですけれども、まあ引っ越してすぐの頃はね、そんなにまあ緊急事態とかも出てなかったので、結構ね友達と飲みに行ったりとかもしてたんですけど、まあ特に今年に入ってからですよ、もうずっと緊急事態宣言、まあたまにまん延防止のね措置になったんですけど、まあ今もまん延防止というところで、まあ全然こう飲みに行けてないというか、まあせっかくねこうスタートアップとかに転職したのに、こう異業種の方とね交流する機会とかも全然なくて、なんか本当にこう寂しいというか、なんかもうちょっと楽しめないのかなって思ってます。まあね、このコロナがねもう少し落ち着けば話が変わるかなと思うんですけど、まあそんな2021年の上半期かなと思います。まあただ僕の中ではこの家ですね、三軒茶屋の家からこちらの家に引っ越してきたっていうところで、まあ、やっぱり部屋が広くなったことですごく生活の質上がったなと思います。まあやっぱりね朝7時に起きれるようになったりとか、まあ、あとは仕事集中できたりとかですね、まあ、あとはインスタグラムね始めたりとか、こう新しいことにねこうチャレンジできる環境というのはねできたんじゃないのかなと思っています。まあそんなねちょっと余談は置いとくんですけれども、まあ今回は2021年の6月に買ってよかったものランキングですね、トップ5をやっていこうかなと思います。先日ですね2021年の上半期に買ってよかったもの、無印以外という風に出したと思うんですけど、やっぱり今月の分もね出さないとなって思ったので、今月買ってよかったものですね、無印とか無印以外ね、もうこれ問わず5つのねアイテムご紹介しようかなと思います。それではね早速詳細いってみましょう。はい、ということで今日はですね2021年6月に買ってよかったものですね、5つ厳選してご紹介しようかなと思います。ではまずね第5位からなんですけど、まあ、早速ですね無印じゃないんですけど、これですねマイプロテインになります。はい、僕もですね最近ちょっとダイエットというか筋トレをねまた再開し始めまして、2週間前にねもう福岡に行ったんですけど、その時めちゃめちゃ食べて2キロぐらい太ったんですよね。でそこからまたさらにまあ運動とかもやって、なんとか福岡に行く前の体重に今戻したんですけど、その時めちゃめちゃ助かったのがこのマイプロですね。はい、これですね僕は味がですねナチュラルチョコレートっていうのを買ったんですけど、これ確かですねこれ1キロでアマゾンだと、3000円ぐらいで買えるんですけど、これね公式のストアで買った方が安いっていう意見をですね結構コメント欄でいただいたので、まあ公式のストアの方がねかなりねセールで安くなってるらしいですね。なので公式ストアで買うのがすごくおすすめなんですけど、僕はですねこれとあとプロテインシェーカーを買って、主に牛乳に混ぜて飲んでるかな。水でもいいんですけど、まあ、ちょっと水だとあまりこう美味しくないというか、僕は牛乳の方がいいかなっていうふうに思ったので、まあ、これをですね牛乳に混ぜて飲んでおります。まあ、ちょっと乳製品気になるという方は豆乳とかでもいいと思いますよ。うん、全然美味しく飲めるかなと思いますので、ぜひですねダイエットだったりとか筋トレですね、まあ、軽くちょっと頑張りたいとか、やっぱり置き換えダイエットになりますので、朝食はですね最近このマイプロを飲んでいるっていう感じですね。ということで第5位はこちらのマイプロテインになります。では次第4位はですねこれです、コンデンサーマイクですね。マイクなんか買ってライブ配信でもするんですかってね思われたかもしれないんですけど、すいません、それ用途じゃなくて、これはですねズーム会議用ですね。僕基本的にテレワークで結構クライアントの方とねズームで会議することが多いので、今までは本当に AirPods の、ね、マイクだけでやってたんですけど、まあ、やっぱりちゃんとね音質上げようかなっていうことでマイク買いました。これ結構安いんですよ、5980円ぐらいで買えるんですけど、これにしたことで結構音質良くなりましたねっていう声も結構いただきましたし、やっぱりズーム会議でいいのは音質がいいっていうのは結構大事なんですよね。まあ音質が悪いと、まあ、ちょっと印象も悪くなってしまうんですけど、逆に音質がいいとこの人の声クリアだなっていうところでやっぱりね印象が上がるっていうのもあるので、僕はねこれですねマオノっていうところのコンデンサーマイクを買いました。これ接続もめちゃめちゃ簡単なんですよ。 USB1 本でパソコンとつなげれば、あとはマイクのデバイスを選んで、使えるっていう感じなので、結構ねこういうコンデンサーマイク何買おうか迷うっていう方はですね、まあ、6000円以下で、USB1 本でつなげられるっていう点でもこれ結構おすすめなんじゃないかなっていうふうに思います。こんな感じでこれスタンド付きで6000円です。結構安いなと思いますので、例えば Zoom でね今普段から会議している方だったりとか、もうリモートワーク中心の方はですねぜひ買ってみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。ということで第4位はこちらのマオノのコンデンサーマイクになります。はい、次第3位はですねこれローヤのベッドフレームですね。これは、2021年上半期買ってよかったものでももうすでにご紹介したかと思うんですけど、改めて6月にこれ買ったので、これは本当に買ってよかったなというふうに思います。こういうふうに全体映したね動画じゃなかったので、まあ、今回ちょっと見やすくなったかなと思うんですけど、このベッドフレームのいいところはこれセミダブル用なんですけど若干ね余白があるんですよ。
こんな感じで余白があるね、ベッドフレームってちょっとこうホテルライクな感じがしていいですよね。で、無地ホテルもこんな感じなんですよ。まあ、なのでちょっと僕の部屋をね、無地ホテルっぽくしたいなって思って、このローヤなベッドフレームにしました。まあ、本当はね、ちゃんと無印のベッドフレームを置きたかったんですけど、うちのエレベーターに入らないっていうのが発覚したので、もう泣く泣く諦めて、このローヤなベッドフレームにしたんですけど、これね、確かね、2万5000円ぐらいで買えますよ。結構安かったです。で、自分で組み立てるんですけど、組み立ても非常に簡単で、パイン材使ってると思うんですけど、無印のね、家具の相性とも抜群だったので、まあなのでこんな感じでホテルライクな寝具を揃えたいって方はですね、やっぱりこのローヤのベッドフレームすごくおすすめなんじゃないかなと思います。またこれですね、こんな感じでベッドフレーム置きました、部屋の雰囲気変わりましたっていう動画は別に撮ってますので、ぜひそちらもねチェックしていただきたいなと思います。ということで、第3位はこちらのローヤのベッドフレームですね。これが2万5000円ぐらいで買えるかなと思います。次、第2位はですね、こちらのトートバッグの中に入ってるんですけど、取り出すと、あれ、またカバンが出てきたぞっていう感じなんですけど、はい、こちらのバックインバッグですね、縦型のものになります。これ無印の新商品なんですけれども、これまでね、無印のバックインバッグって横型だったんですよね。まあ、なのでこういったちょっと縦長のね、トートバッグで使う時ってちょっと使いづらかったんですけれども、まあ、なんと今回縦型が出ましたっていうことで、まあ、この中にはですね、僕結構ガジェット入れてます。モバイルバッテリーとか、あとはその充電するケーブル収納に入れてるライトニングケーブルとか、あとはパソコンの充電器とかですね、を入れてます。まあ、基本的にこのトートバッグにはパソコンも一緒に入れて持ち歩くので、こういったガジェット類と、あとは Kindle ですね。最近 Kindle でまた本読み始めたので Kindle とか入れてます。やっぱりこの縦型の方が、こういった、さっきも言ったんですけど、まあ、やっぱり縦型の方が、まあ、さっきも言ったんですけど、こんな感じで縦長のね、トートバッグとかに入れると結構すっぽり入りますし、やっぱり収納もしやすいというところで、これ最近結構重宝してますね。先月の動画か、先月の買ってよかったものでガジェットポーチっていうのを紹介したと思うんですけど、正直これの方が僕最近よく使ってるかなっていう感じですね。まあ、もちろんカバンによってですね、このバックインバッグ使うかガジェットポーチ使うかっていうのは結構分かれるかなと思うんですけど、まあ、このバックインバッグは別にガジェット以外でも、まあ、こんな感じで収納が少ないカバンをね、普段から使っている方だったりとか、まあ、僕のようにこういう風に結構持ち歩くものが多いっていう方はですね、すごくおすすめ。本当にカバンの中がすっきりまとまりますので、使い勝手はいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、第2位はこちらの縦型のバックインバッグになります。では最後、第1位はですね、これですね。これもね、上半期買ってよかったものでもご紹介したんですけど、イソップの香水です。はい、これ第1位ですね。これ6月に買ったんですけれども、タシットっていう香りですね、イソップのね、香水の中でも。まあ、結構ね、インスタとか見ていると、イソップの香水おすすめですよってね、言ってる方非常に多かったので、まあ、ちょうど香水が切れたタイミングでイソップの香水買ってみました。これ確か 50ml で1万3000円ぐらいだったんですけど、まあ、香水の中では標準の価格かなっていう感じですね。まあ、もちろん香水で結構高いものもあるんですけれども、このタシットっていう香り、僕がいいなって思った理由は、スパイシーな香りがするんですよ。結構柑橘系の中にスパイシーな香りがあって、さらにティーツリーのような香りもあるっていう感じで、これね、結構僕はね、好きでしたね。他にもね、イソップの香水ってローズ系だったりとかラベンダー系の香りもあったんですけれども、まあ、ローズだと結構女性向けじゃないですか。僕もあんまりローズ系をつけるのは嫌だなって思ったんですけど、こっちの方がちょっとスパイシーで、まあ、男性が使っても全然問題ない香りだったので、これちょっと使ってみました。ちょっと実際につけてみると、もうすでに香りがいいですね。はい、ちょっとね、ツーンとね、こうスパイシーな香りがいいんですけど、まあ、これがね、うん、結構男性が使っても問題ないというか、基本的にね、このタシットを選んだ理由、もう一個あって、イソップの香水の中で一番安かったんですよ、これ。安かったし、香りも良かったというところで、まあ、多分男性がイソップの香水買うなら、これが一番おすすめなんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。香りに関しては実際にね、店頭で確認してもらった方がいいかなと思うんですけど、うん、スパイシーな香りの中に、オレンジとかレモンとかの柑橘系の香りが入ってるって感じですね。ぜひこれ試してみてください。今回ですね、この第1で選んだのはこのイソップのタシットという香水ですね。これ本当におすすめなので、ぜひ買ってみてください。
はい、ってことで今回はですね、2021年6月に買ってよかったものランキングトップ5をやっていきました。これは本当にこう無印も無印以外も合わせてご紹介したんですけど、まあ特に僕の中で印象深いのはイソップの香水かなって思います。まあもともとねこうイソップ友達に勧められて最初はねハンドソープから使ってみたんですけど、すごく使い心地が良くて、まあ、そのタイミングで僕がもともと使っていた香水が切れたのでイソップの香水買ってみたんですけど、こうすごく香りがいい、こうスパイシーな香りもあれば、その爽やかなこうティートリーのような香りもあり、それが混ざったブレンドされたような自然本来のような香りが楽しめるこの香水っていうのはすごく僕の中でね落ち着くなっていう感じがします。今後この香水は多分リピ買いするかなと思うので、まあ、僕の中では香水はイソップっていう風にねもう定番化するんじゃないかなと思います。まあ、今後ですね7月8月と暑い夏がやってきますと、まあ、そんな中でね来月再来月まだ全然買うものとか決めてないんですけれども、まあこんな感じで毎月買ってよかったものランキングやってますので、まあ、ぜひね買い物の参考にしていただけたらなと思います。ぜひですね2021年の上半期に買ってよかったものランキングね、無印も無印以外も前回前々回撮ってますので、ぜひそちらもね参考にしてみてください。今回ねAmazon で取り扱ってるアイテムに関しては、下記のね、概要欄とコメント欄にリンク貼ってますので、そちらもぜひチェックよろしくお願いします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。この無印林のチャンネルではですね、無印良品のアイテムのレビューだったりとか、あと無印良品を中心としたシンプルなライフスタイル、そしてガジェットのレビューとかをやっておりますので、気になる方はぜひチャンネル登録とこの動画のグッドボタン高評価よろしくお願いします。あとですね最近インスタグラムを本格的に再開し始めました。インスタの方では文字投稿で無印良品のアイテムのレビューはもちろんなんですけれども、まあ、動画でも似たようなことは解説はしているんですけれども、まあ、文字投稿とか写真でサクッと確認したいっていう方はぜひインスタグラムねチェックしてみてください。この動画の概要欄にリンク貼ってますので、そこからぜひチェックよろしくお願いします。ってことで本日の動画以上になります。また次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。